毎度、ギョグジェズです。今回の動画は、水抜き原料についていろいろ話していこうと思うんですけど、前回あれですよね、なんで原料するかみたいなテーマで話させてもらった動画多分上がってたと思うんですけど、結構コメントありましたね。そうですね、反響結構あって、コメントも結構いただけて、タイムリーで減量失敗したみたいな、 1.8 キロオーバーかな、キロオーバーした試合もあったので、国内で、まあ、近年本当にその減量失敗とかね、うん、多くて、まあそれについて、まあ、今回ね、水抜き減量ってね、よく、まあ、格闘家とかね、よく耳にする減量方法なんですけど、まあ、それについて専門知識はあってのじゃないですけど、僕のなりのですね、昔からあった文化というか、これ昔のボクサーの人ってなんかもう1ヶ月ぐらい飲まず食わずみたいなのをずっとしてみたいな、そうなんかそういう減量方法みたいなの聞いたことあるんですけど、はい、最近の選手っていうのは結構食べて水分を結構多く取って、うん、でラスト1日でもう4キロとかボンって落としたりとかするっていうのが水抜き減量でもあるんですけど、ボクサーって結構多分そういう方法向いてないと思うんですよね、その1日で4キロとか、はい、それっていうのは当日が動けなくなる、多分ね、スタミナ持たないと思うんですよね。あのボクシングってその格闘家っていうくくりで見たらラウンドがめっちゃ長いんですよね、その競技する時間っていうのが、他の競技、それこそね、今ライジンだった、総合のライジンだったり、まあ、キックもそうですけど、すごい競技時間が短いんですよね。K1 とかだったら3分3ラウンドとか、まあ、長くて延長1ラウンドで 4ラウンドか、まあ、計12分とか、まあ、総合とかだと5分3ラウンドとかで、まあ、それでもまあ15分じゃないですか。ボクシングの世界戦とかになると3分12ラウンドなんで、まあ、実質36分間動き続けないとダメなんで、スタミナが必要な競技なんですよね。水抜き減量は水抜き減量なんですけど、多分その総合格闘家の選手だったり、そのキックの選手だったりの1日3キロ4キロとかを水抜くっていうやり方はどうなんかなっていうふうに思います。僕は本当2日間ぐらいかけて水抜きするんですけど、って言っても大体2キロぐらいですかね、2日間で。ミクレさんそう、4キロぐらい落とすらしいですよね、1日当日に。あ、当日で、ね、当日とか、あ、ミクレさん前日、まあでも前日とかでも多分5、6キロ落としてんじゃないかな、あの人。でもなんか前回の試合はちょっと水抜きの量を減らしたみたいな、今まで6キロやってたのを何キロって言ったら3、4キロに抑えたって言ったのかな、なんか合ってたみたいな、なんか書いてましたけどね、なんかサウナで倒れたみたいなのも、いや昔のボクサーはほとんどそんな人多いですよ、まあ、それこそ前日にじゃなくて、もうずーっと1週間ぐらいかけてやるんですよ、はい、1週間ぐらいかけてもう毎日サウナ行って、ろくなもんも食べんと、まあ、水分の多少飲むんでしょうけど、全然食べないでスパーリングやってサウナこもってっていうのをもう1週間とかもうザラに、人によってはもうなんか1ヶ月間ぐらいもうほぼなんかこう栄養のあるもの食べないで、なんか毎日減量着サウナスーツとか着て動き続けるっていうのが、昔の人はそれでこうリミットに持っていってたらしいんですよ。絶対無理だと思いますけどね僕はそのやり方絶対しないんですけど、それこそ減量着着るのは僕1日だけなんで、あ、そうなん、計量の前日だけですね、もうほとんど、まあ、着るって言ってもアップするときにまあ1枚上着着て動いて、ミットとか入るときにもう肌着に近い状態でもうやりますね。やっぱり着込んじゃうと負担かかるっていうか負荷かかるんで、僕はあんまりその練習の質を落としたくないから、あんまり日常からこう普段からサウナスーツ着てトレーニングっていうのはしたくなくて、結構上半身肌もうそうですね、試合と一緒もう一緒の状態で、かつやっぱ動けるんで、その方がやっぱ水抜きは人それぞれなんですけど、その体のサイズだったり体内の水分量のねキャパシティも人によってやっぱり違ってくるんで、前日これの体重じゃないとダメとかそういうのは正解不正解ないんで何とも言えないですけど、僕で大体2日前で2キロちょっとぐらいですね、前日で 1.5 から2キロの間とか、前回は 1.7 キロやったんですよ、アメリカでやった時は。でまあそれで、まあ、水抜きについて、あとなんか怖くないんですかみたいなとか、うん、そもそも水抜きってどういう、多分、まあ、素人目から言うとわけわかんない、まあ無駄な脂肪だったり落として絞ってって、でリミットと、あと2キロの、2キロを水分だけで落としきる、まあ減量方法なんですけど、まあ、それこそイメージしやすいのはさっきも言ったサウナで汗を出すっていうのがもう、まあトイレもそうなんですけど、汗を出す、その体内の水分をもう出す。ひたすらこう体温上げて汗かいてっていう、その水抜きっていうんですけど、僕はでもサウナは入んないんですよ、僕。
基本的に半身浴ですね。これも人それぞれやり方があって、サウナで落とす人もいれば本当に半身浴、まああとはジムワーク、僕は前回ジムワークで 1.7 キロ落ちて、もう半身浴前日はしないで行けたんですけど、まあ基本的にはジムワークと半身浴で水抜くんですけど、僕は半身浴めっちゃ長くする人とかやったら、もう1日なんか4時間ぐらいかけてやるとか、なんか30分やってちょっと休憩してっていうのをなんかセットで分けて、それでなんか 3,4 キロ出すっていう人とかもいるらしいんですよ。でもボクサーではそれはちょっとどうなんかなと思うんですけど、まあ やってる人いるかもしれないですよね。でももう脱水症状になったら汗出なくなるって言って、それこそその前回1.8 キロオーバーして、はい、減量失敗した子なんかももう 100g ぐらいしか落ちなかったらしいですけどね、半身浴とかして。人間ってこう脱水症状になると体内に水分をこう留めようとするらしいんですよね。それ以上出ちゃうともうやっぱり命の危険な状態になるからっていうので、汗出さないようにするらしいんですよ、人間って。僕はでもその水抜き減量怖くないんですかって言われるんですけど、本当にアマチュアの時から66戦アマチュアでキャリア積んで、プロでももう15戦やって失敗もしたこと、まあ失敗っていうか、まあ落としきったことはあるんですけど、リカバリー失敗とかそういうミスは一回あるんですけど、ただ減量を落とせなかったっていうことは今まで一回もないですし、やっぱ自分に合った減量方法っていうのは自分にしかわからないじゃないですけど、試行錯誤しながらやるんで、水抜きに対しては怖いっていう思いは全然ないですね。大体の僕なんて本当毎日減量じゃない時でも体重計にもしょっちゅう乗りますし、こんだけ水分取ってこれだけ代謝で落ちてっていうのも大体データじゃないですけど自分の中であるんで、だからその水減量スタートしてからも最後のその水抜きの2日間もまあ落ちるやろなっていうのは計算してやれてるんで、汗が出なくなったってこと今まで一回もないですね。ほんまに出なくなる人ってもうサウナスーツ着て1時間2時間って動いても2、300しか落ちないとかあるらしいんですけど、僕前回1時間半動いて 1.7 キロ落ちましたしね、汗で、はい。それって、水抜いて水例えば 500ml 飲んだら 500g 増えるんですか？そうです、500増えますし、それこそ1リットル飲んだら1キロ増えますし、体重が増えただけなんですよ、太ったんじゃないですよね、これ、はい、表現の違いなんですけど、体重1リットル飲んだら1キロ増えるんですけど、それって1キロ分太ったっていう表現ではないので、体内にただ空っぽの状態から1リットル体に入れただけなんで、だその体内の水分量を出す作業なんですよね、はいはいはい。本当にひどい人はもうおしっこも出なくなるらしいですよ。もうちょろちょろちょろぐらいで1日。喉カラッカラですしね、パサパサなるし。本当僕ミニマム級の時はもう今の階級の1個下の時はパサパサでしたね。肌とかも乾燥しそう。しますね。僕はないんですけど、本当それこそカッサカサな状態になってシャワー浴びるじゃないですか。200ぐらい増えたりするらしいですよ。飲まなくても。嘘です。だから染み込むんでしょうね。何それみたいな。スポンジ。そんなことあんのみたいな。もう中にはいるらしくて、まあでも水抜き方法は決してこう悪いことではないと思うんですよね、僕は。人それぞれやり方もありますし、合う合わないもあると思うんですけど、僕は悪ではないと思うんですよね。水抜き減量結構言われてるんですよ、水抜き減量してるから減量失敗したんでしょって。それも水抜き云々なんですよ、単純に減量失敗なんで。だから水抜きじゃなかったとしても失敗してると思うんですよ。だから水抜き減量は悪だみたいな言ってる人中にはいるんですよ。全然僕は悪いとも思わないですし、回復するスピードも早いですね。1ヶ月間弱った状態でずっと飲み食いもあんまりろくにできてない状態で1ヶ月やるより、本当2日間ぐらいパッてこう水抜く作業で落としきる方が回復も早いと思いますし、僕は理にかなってるんじゃないかなって思いますけどね。この格闘技する戦う上での減量方法は合ってるんじゃないかなって思いますけど。けどやっぱりなんか質問とかにもありますけど、そもそもなんで減量して戦うのかみたいな。やっぱり軽いクラスっていうか今の体重以上に下の階級でベスト出せるだったら落とした方がやっぱ有利に戦えるっていうのはありますよね。体格もそうですし、それやっぱりね、60キロの選手と55キロしかない選手と戦うとやっぱり60キロの選手の方がやっぱり有利なんで、で55キロの人減量して、だいたい55の人ってだいたいフライ級とかライトフライ級ぐらいなんですよ。48.9 とか 50.8 ぐらいのクラスまで、まあ大体5キロぐらい減量するんですよ。で、一般の方は分かんない人は、なんでじゃあ55普段なのにナチュラルで戦わないのって言ったら、この60の人が55に落としてくるからなんですよ。みんなナチュラルで戦うみたいなのは、もう中にはいると思うんですよ。それこそ増量して体作りながら戦う人もいますし、でも日本人ではあんまり聞かないですね。減量しないって言ってる人でも3キロぐらいは減量してるんですよ。
もう減量というか調整ですよね。キレ出すために無駄な分を落としたっていうだけで、水抜きもしない、その無駄な分を落としたっていうので、だいたい3キロぐらい落とす、基本落としてるんですよね。うん、ナチュラルで戦ってるって言ってる人ですら、普段の体重よりもだいたい3キロぐらいは軽いクラスで戦ってるんですよ。だから僕なんか普段57とかあるんで、57でそのままで戦うってなったらフェザー級なんですよ。フェザー級、身長が全然、井上尚弥が戦ってるバンタムよりも2つ上の階級なんですよ。もう身長っていうか、もうサイズがまず違うんで絶対戦えないんですよ。僕もそのナチュラルでちょっと絞って3キロ落とした状態の53でもバンタム級なんですよ。あの井上尚弥が戦ってる、だいたいバンタム、スーパーバンタムぐらいなんで無理なんですよね。それでさらに質問来てる、57kg の京口チャンピオンと、48.97kg の京口チャンピオンをどっちが強いのか。僕自身で作戦練って12ラウンド世界戦のルールでやったら、多分僕減量したら自分の方が強いと思うんです。48.9 で計量パスして、はいどうぞじゃないんで、回復するじゃないですか。だいたい3キロちょっと戻るんで、だいたい52キロぐらいなんですよね。52キロの時の自分ってもう本当に、まあ、トレーニングもね、スパーリングもバチバチやってこう仕上がってる状態で、かつキレも出る、でスタミナも持つ。でも多分今の57のこの体やったら、パワーは多分今のが絶対あるんですよ。ただ動きのキレ、反応速度、スタミナは多分こっちの方があるんですよ。ってなったら、僕はやっぱ減量してリカバリーした、そのまあ今のライトフライ級のクラスですで戦ってる自分自身の方が強いと思うんです。スタミナもこっちの方があると思いますけど、ね、あ、本当ですか。やっぱ57のこのサイズでフルラウンド戦えるスタミナって多分こっちの方があると思うんですよ。それは体の重さとかもそうですし、キレもそうですし、反応速度とかも多分違ってくると思うんですよね。だから僕自身で戦うってなれば、多分減量した自分の方が強いと思うんですけどね。ただでも54ぐらいの時の自分やったら、多分その時の方が強いんですよ。ああ、なるほど。結構じゃあもう3グラムぐらいで、はい、ただ世界、じゃあ54で戦えよって言われたとしても、さっきも言ったように、54で戦います。まあ54って言っても 53.5 がバンタムのリミットで、スーパーバンタムが 55.3 なんですよ、はい。まあ、54の自分が強いって言ったら、まあ500落としてバンタムで行くとするじゃないですか。やったら普段60ちょっとぐらいある選手が落としてきてるんですよ、バンタム。はいはい、勝てないんですよ。あ、その今の自分の54とライトフライの自分やったら、54の時の方が強いですけど、そのクラスの基準で見たら勝てないんですよ、通用しないんですよ。だから落とすんですよ。なるほど。それってなんか一般目線で見るとなんでって思うと思うんですけど、はてなって感じ。だからって 48.9 の今ライトフライ級まで減量してるんですけど、そのクラスでベスト出せない、もう動きも遅い、もう打たれ弱い、スタミナないっていう状態になってるんだったら階級上げます。もう一個上の 50.8 のフライ級で戦います。僕はベストで出せるんだったら減量します、出せないんだったら上げますし。だからってじゃあ54の時の方が強いんだったらそこでやれよっていうのも違うんですよね。年齢を重ねるごとにやっぱり体も大きくなるんじゃないですかね。実際僕もデビュー当時よりも体大きくなってますし、体重で言ったらでも2キロぐらいですかね。逆に昔より細くなったっていうパターンもあるんですか。いるんじゃないですか。僕の知ってる人やったら、あの日本人のボクサーで、あのデビュー当時はライトで戦ってたりとか、今フェザーでやってる人とかもいますし、2階級下のクラスで戦ってる人もいますし、だからそれも正解不正解ないんですよ。その人の正解を見つければいいんで、この人はこうやってね、そうやってナチュラルでやってんやからお前らもやるよっていうのもおかしい話ですし、そうですね、こっち基準で話せんやったらお前ナチュラルでやってるけど減量しろよっていうのも通用しないじゃないですか。人それぞれあるんで、だから正解不正解はないんですけど、その人のベストコンディションって、だから疑問に思ったんであれば今言ったのが正解っていうか自分の中なんですけど、54の方が 48.9 より強いけど、ここで戦うやったらその階級のレベルはもう通用しないんで落としますよね。そんな感じですけど、とりあえずその減量失敗に対してはやっぱ本人の責任だと思いますし、うん、管理の環境も責任あると思うんですよ、ジムの。ああ、そういう所属してるジムの責任でもある。トレーナーとか。でもそれってプロボクサーなんで、プロなんで本人は言えないですよね。いや、ジムも責任ありますよね、言えないですよね。やっぱそこの意思疎通じゃないですけど、日頃の日常の体重、ウェイトとかの管理っていう部分で、やっぱ毎日体重計乗って練習前後でも減量しない時は別に乗らなくていいでしょっていう人もいるんですよ。別にそれはそれでいいんですけど、僕の考えはやっぱそこも体重計乗って練習前後、あんだけの練習、こんだけのラウンド数の練習した、あの質の練習したからこんだけ落ちたとかっていうデータを取るっていう意味では絶対プラスやと思うんですよ。そうです
かつああいうスケジュールっていうかに、うん、ウエイト入りと終わった後の体重をしっかり記せばトレーナーもやっぱそれ見るんですよ、担当選手の、はいはい、あこの時の体重はこれでこれだけ練習今週やってきてあこれだけの体重変動あるなとかっていうのを、うん、やっぱり周知しておかないと僕はダメなんじゃないかなって思うんですよ、うん、そこで周知できてしっかり徹底してそのウエイトの入りとあの終わり書いてってなってトレーナーとのそういうコミュニケーション取れてればある程度の失敗はこう回避できるんじゃないかなっていう。プロボクサーですし毎回言ってるんですけどやっぱ料理人がね食中毒出しました、管理できてませんでしたで、ね、通用する話じゃないんで一緒にすんなって思う人はいると思うんですけど僕はそれぐらいのことやと思ってるんですよ。日頃から体重計に乗る、常に自分の日頃のウエイトの管理をしっかり怠らずにやるっていうのは絶対プラスやと思うんで。けどびっくりしたのがあ試合やるんだっていうのを思ったんですけど、なんかそこでもうなんかねあるらしいですよね、計量の日の体重で、はい、リミットの体重よりも 3% までやったらあの試合成立させれる、そのいろいろなこう取り決めながらですけど、前回はその 1.8 キロオーバーしたのも多分 3% 以内に収めれてたんですよね。でタイトルマッチやったんですけど、オーバーした選手が仮に勝てば空位のまま、うん、チャンピオンにはなれません、でも負ければ勝った方がチャンピオンになれるっていう、はい、その取り決めて成立してで当日翌日ですよね、試合当日は、8% リミットの 8% に抑えれなければ成立しませんっていう条件でやったんですよ。で当日そのリミットも抑えれたかな、なんかそので試合は成立されたんですけど、でもそれってねやっぱり どうかなと思いますけど、やっぱり高いチケットをね買って見に来てくれてるお客様もやっぱたくさんいてますし、いろんな事情もあるので、それでね双方が合意したんであれば、まあ、行ってもいいのかなって思いますけど、いろんな人に迷惑かけるんでないようにしないとダメだなっていう、やっぱり近年多いですし、僕自身もやっぱまだプレイヤーですしね、現役選手なんで人一倍気をつけて、やっぱこうやって発信してる以上やっぱりミスもできないですし、 そこはやっぱ気をつけながらというか、やってるつもりではいるんですけど、とりあえずねその、まあ、今回この動画見てもらってなるほどって思った人だったり、まだ疑問あればぜひコメント欄でねコメントしてくれたらありがたいです。じゃあねこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。